はい、こんにちは。今日はね、ハムディンガー括弧後編やっていきたいと思います。前編で作った本体にオプション機能を追加していくんだけど、まあ早速行ってみましょう。で、どんな機能を追加するのかというと、車輪が稼働する、水上では車輪が上向きになるっていう変形機構で、今とりあえず手動で変形させてるんだけど、イメージとしてはこんな感じですね。本物ではさらに本体に収納されるような形になるんだけど、さすがにその仕組みは無理っぽいので諦めるかな。とはいえ、変形させるだけってかなり難しいことも分かってるんだけど、まあ順を追ってやっていきます。まず稼働する部品なのでもちろんベアリングを使っていきます。バネみたいな仕組みにして腕力で動かす感じですね。バネはね、ベアリングをこんな感じでくっつけると、あれ、なんか間違ったか。あ、こんなに力がいるんだっけか。で、この力を使うと動かせるような感じにも見えるんだけど、これくっつけ方って結構挙動が変わっちゃうのかな。車体から外してる状態だとグリングリン動くんだけど、車体に取り付けるとガチガチになりますね。もうちょい可動範囲を広げたいんだけど、まあこんなもんか。一応調整方法ってのはあって、ベアリングの距離が狭いほど緩くって広いほど強くなるんだけど、今かなり緩いセッティングになってるはずなんだよね。若干セッティングを変えて試したりしたんだけど、改善が認められないのと、どのみちこの先の作業中にベアリングの機嫌次第ってまた挙動が変わるかもしれないので、ひとまずこのまま作業を進めてみます。で、4輪とも同じようにバネを仕込んで、この状態でちゃんと立てるか、お、うまくいったか。よいしょ。あ、ダメか。バネがビヨンビヨンするのってちょっと怪しい動きになるんだけど、実際はこれを腕力で制御する想定なので、どこまで制御できるかってあたりが問題になるかな。あとは腕で操作するためのレバーをつけていきます。ロケットエンジン用のレバーが相性悪いのでひとまず外しとこうかな。どのみち車輪の操作で両手が塞がるので、それをどうするかは一応考えてるんだけど、よし、ひとまず車輪のレバーはこんなもんかな。これで左側の前輪と後輪がくっついたんだけど、全然動かん。これね、いきなり硬くなったような手応えがあったんだけど、考えてみたら最もなことって前輪後輪のバネを動かそうとしてるのって腕力が分散してるんだよね。これも一応対策は考えていて、この屋根で頭を押さえつける設計でもあったんだけど、それでも不十分ですね。機構としては動いてるとはいえ、ピクピク動いてるだけなので、
ンしてるとは言い難いですね。まあベアリングの機嫌が良くなることを期待して、同じように右側もレバーを追加しました。電気の配線はまだやり直してないんだけど、水上でどんな動きをするか確認してみましょう。あんまし変わんないな。これタイヤに浮きを入れてるのって、水上ではタイヤが強制的に上に向くんじゃないかってな計算もあったんだけど、全然ですね。むしろさらに悪いことに、腕力で操作する関係上、車体自体を動かしちゃうのってバランスがめちゃくちゃ悪くなりますね。問題点がいろいろありそうなんだけど、まず小さい力で動かせるような工夫をしてみましょうか。エコの原理の話になるんだけど、支点から遠いほど伝わる力が大きくなるのと、支点から遠いほど振り幅が大きくなるのって、ちょっと長さを調整してみます。今左後輪だけ修正してって、画期的とは言わないんだけど、修正前よりかは良くなったかもしれない。この調子で4輪とも修正して、いざ。今のは石を踏んづけちゃったっぽいんだけど、もっぺん。あれ？何もなくても壊れるというか、下り坂で壊れる現象はたまに発生するんだけど、もしかしたら羽のせいで壊れやすくなってるのでは？まあ運がいい時は下まで降りれるんだけど、本体の車輪の可動は全然ダメですね。この後もいろいろ調整したりもしたんだけど、目立った成果はありませんでした。これはどうしようもないかもしんない。1点、両手が塞がった状態ってどうやってロケットエンジンを噴射させるつもりだったのかというと、両側のレバーを強く引いた時にオンになるような仕組みで考えてました。が、車輪とも連動してるわけなのって、車輪が動いた時に勝手にオンになったりするんだよね。これも構想の段階ではうまくいきそうだったんだけど、実際に動かしてみたらダメだったパターンですね。はい、いろいろ試してみたんだけど、最終的にうまく変形させることができませんでした。なので手動で変形させる仕組みを取ります。これも途中段階まではベアリングを使った上で固定部品を付け替えるような半手動の仕組みを考えてたんだけど、固定した時にベアリングが微妙にずれたりして、車輪の設置がバラバラになったりするんだよね。なので冒頭でやったように完全に手動で付け替えるようにしてます。配線とかディテールを若干変えたりはしてるんだけど、おおむね今回始まる前の状態に戻しちゃってるような感じですね。実際今回いろいろ試したことはほとんど成果がなかったんだけど、こいつ本体の潜在的な性能の話は一旦置いといて、
前回拾った荷物とか撮影の合間にその辺で拾ったものとかの積み込みもだいたい終わったので、ひとまずリゾート地に帰りましょうか。いざ、とりあえずベアリングを諦めたのもあってか坂は無事に降りれますね。まあ一定確率で壊れる現象が発生するのも分かってるんだけど、よし。でここで車輪を上に上げて水上モードに変形させます。完全に手動なので微妙にずれてるかもしんないんだけど、まあこのくらい合ってれば問題ないんじゃないかな。ではいざ、安定の航行性能ですね。タイヤが沈んだ状態だと時速6キロくらいだったんだけど、この水上モードだと水の抵抗が減ったのと水かきの効率が上がって時速10キロくらい出ますね。ここでロケットエンジンを試してみると、あ、接合がうまくできてなくて片方だけになっちゃってた。最高時速は15キロくらい。まあ燃料も少なかったし、今回は他のところで時間をかけすぎたので今後の研究材料にしときますか。とかなんとか言ってる間に、よし、リゾート地の島までたどり着くことができました。ということで、ハムディンガーかっこ後編やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。で、この後は陸上モードに変形して主に作業場所にしてた湖側に向かいます。で、今回ねいろいろ試したとはいえ結局はほとんど元に戻したような感じになっちゃって、まあこれ自体は残念なことでもあるんだけど、実はこの車体自体がかなりうまく設計できてて、まあ実際にお見せすると車輪を他の動力に変えたりできる。まあ他の乗り物でもタイヤ交換は比較的簡単にできるんだけど、こいつの特筆すべき点は内部には動力を埋め込んでなくって電気の配線だけなので、動力付きのものだったら何でもくっつけられる設計になってます。あとさらに別動力を装備してるので、ここに例えばスクリューをつけることもできるし、動力だけじゃなくって武装を積んだりもできますね。まあ取っ手付けで乾燥してるだけなので専用機にはかなわないんだけど、間に合わせでいろんなことに使えるってな感じですね。この辺はおいおいやっていくとして、かなり汎用性が高い車体ができたんじゃないかな。で、今飛行機が墜落したまま放置されてるのってあいつを回収して回収しようかな。回収？回収？ということで、次回は操動機やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。